髪の毛はもみあげと、もみあげだと襟足があるので、もみあげの位置でバーッと髪の毛が下が全部反ってたとしたら同じ条件で切れるんですけど、どうしても襟足があるからは簡単なんで、ここと寸倍もありますし、逆にギアみたいな形にザクザク、今度はこの触覚の位置に、ちょっと難しいんですけどに合わせて止めますね。で次は、また同じように大丈夫かなと思います。はい、次ですね。そうするとこうやってっていう感じにカットをしていきます。ギア見たくなってるんですけど、ショーバルを使うかコンケーブで使うかで